場所を2桁上げれば、実質同じ11勝でも13勝と足すと、24になるわけですね、11でね、はい、と次の場所ね、関脇3場所目で11勝か10勝を上げれば、ね、そうです、もう上がりますよね。先場所13勝してるんで、だいたい33、4勝で上がるじゃないですか。そうなんですよ。10番でももしかしたら声かかるかもしれないんで、それも関脇3場所の34勝と、部屋が含めての34勝では印象も全く違いますよね、はい、だから無理して上がる必要もないし、気の持ち方としてはもっと普通に相撲を取れたということなんですよね。今の実力では5つも負けるような気がしないんですけどね。なるほど。さあどうなるか。相手は栃尾山、もろ差しが得意。しかし、すぐばっかりと見逃させて、この辺は左の照ノ富士勝ちました。いやー、若松さん、落ち着いてますね。そうですね、昨日はね、両方ね、負けたような感じもしましたけど、落ち着いてしまってね、出ながら自分の体勢作りましたからね。なるほどね。まあ、での体型でね、その前出られたら、ただ今の2人とは、ね、より、若松さん、はい、より、まあ、いろんな感じで。